今回はポテトチップスに関するどうでもいい雑学をまとめてみたよ。ジャガイモは根っこが変化したものと思われているが、実は茎が変化したもの。カルビーのポテトチップスに使われているジャガイモはポテトチップス専用のポロシリという品種。ポテトチップスで最もカロリーが低いのはチックスター薄塩。市販されているポテトチップスで最もカロリーが高いのはセブンイレブンの厚切りポテト石垣の塩で820キロカロリーほどある。スーパーで売っているジャガイモでもポテチはできるが、専用の品種と違って油で揚げると茶色く変色してしまう。みんなのランキングによると、ポテトチップスの人気ランキング第1位はカルビーポテトチップス薄塩味。ということで今回はポテトチップスの雑学についてまとめてみたよ。面白いと思ってくれた人はいいね、チャンネル登録よろしくなのだ。ではまたね。